ちゃん。もうびっくりした顔が。とめちゃん。危ないの。とめ。ちゅうか。ちゅうかちゃん。ちゅうかも起きた。ハートアイス。猫ちゃん。ジジイ。結婚してアイスハートありがとうございます。お茶もありがとうございます。今日の時間がない頃もとても楽しかったです。見てくださった皆さんありがとうございました。まだの方は12時超えたらアーカイブ上がるので見てください。昇格した2人が今日は出演してましたね。初さっくんもね一緒に出たかったんですけど、やっぱ人数がね今一人オーバーになってて全員で一緒に出られなかったのがちょっと悔しいよね。でも27かな、ルカさんの生誕祭の時にさっくんが出るので、また髪型だったりユニットだったり楽しみですね。あとアイス音符ありがとうございます。今日はね久しぶりにユニット1曲で終わったんですけど、アップルちゃん本命というか自分のオリメンの曲、久しぶりに自己紹介 MC2 列目で懐かしいなと思ってた。1年も経ってない、半年以上ぐらい、半年以上だよね。一応2曲やらせていただいてて1列目にいたので懐かしい風景でした。合計何回やったんだろう、天聖ちゃん。こんばんは、こんばんは。ハート今日も良かった、ありがとう。なんかさ今日ね聞いてほしい。なんか一人の人に最初ね今日美女良かったって言われて、あ、ありがとうございますっていつも通り言ってたんですけど、あの一人じゃなかった、今日何人もの方にも言われて、え、何なんだろうと思って。いつもより良かったよっていう美女が、なんでだろう、太った体重減ったとかそういう激しく変わったことはないし、まあでも髪の毛がここ転生ないので、今ここ結んでないのと、今日は久しぶりに髪の毛の巻き方をこういう並々のウェーブじゃなくてこういうくるくるのミックスウェーブなんですよ。変化があるとしたらそれぐらい、その2つしかなくて、なんだろう、でもすごい嬉しかったね。乙女動いてんな。ありがとうございます。まあ髪型ちょっとでもね雰囲気が変わったりするので勝手にお弟子をするかなって思ってます。とめちゃんね、コロコロ、こんばんは、こんばんは。ハートありがとうございます。私の転生24回だって、やば、意外とめちゃやってる。24回もやらせてもらってたんだ、え、嬉しい。そりゃ寂しくなるわ。でもミキちゃんの方が長く、じゃあ2曲ユニットやってたのかな、プレイハウス。ゆずさんの方が先でしたもんね、卒業されるの。そう、サイリウムアイスありがとうございます。
すごい、24回か。もっとね、想像してた数は少なかったので嬉しい。なので私の生誕祭、5月17日にあった時間がない公演、いっぱい見てください。いっぱい見てください。お願いです。これはアーカイブが載ってる期間もやっぱねあるので、その期間見てください。見れる時、しかもコールが本当に一番大きくて、まあ、私の生誕祭ということもあるんですけど、びっくりした。私の歌ってる声が聞こえなくぐらい、聞こえないぐらい大きいコールでした。ありがとうございます。裏話的なのは今日の今さっきのメールでお話ししたので、配信ではこれぐらいにしとく。ハートありがとうございます。そう、明日はボートレース多摩川の SG のドチャンコ TV YouTube 配信に出演させていただきます。また香里さんと一緒のお仕事です。K2 ちょっと見れる時に、昨日今日配信見てたんですよ。ボートレース公式スペシャルライブの方とドチャンク TV の方、昨日12レースだけかけたんですが、ダメでして。惜しかったの、惜しかった。で今日の12レースも公演の準備中で、メイク終わった後だったので見れてやったんですが、なんと的中しました。もうさ、こういう時に限って的中するの私。そうなの。でも全然かけてなかったので、満州とかその一番人気だったのかな確か、だからあんまりなんですが、でも当たることに今の私には今意味があるので。びっくりした。今日12レースボックスは私も買わないことに決めた。買ってないです。あの132と123で12レース買ってたんですよ。そしたら123で的中しました。すごい熱い戦いでした。12レースびっくり。そうなの、ボックス買いではなかったです。いや満州ね、当てたい本当に。明日頑張る、本当に当てる気でいるけど、直感で当たるかもしれないと思ったので、直感の数、数字もう明日は入れ込みたいなと思ってるので頑張ります。一応無欲でね行かないと、今日みたいなね。当たる気はちょっといるけど、絶対当てる、当てに行くんだって。なんか強すぎる思いで行くと多分私の感じだと当たらないので、私毎回考えすぎて当たってないんで。頑張りました。多摩川の配信どちゃんこさんなので、あの9レースからではなく1レースから12レース全部予想して参加するので、どれか一つ以上一つ以上的中、頑張る。ナイス、ありがとうございます。そう、5とか6全然あった。ですもんね、人気投票上位に選ばれた方が参加するレースなので、一昨日かな始まったのは。追っかけだったんですけど、 YouTube の生配信でアーカイブで見てました。選手入場のなんて言うんでしたっけ、オープニングアクトみたいな、
見てたんですよ。やっぱね、気になる選手いっぱいいる、見るとやばい、これはもうハマってるなと思った。私ボートレースに知識をまた置いといて4連単ボックスでいいってまあじゃああれですね、迷って本当にわからないときはボックス買いになるんです、なると思うんですけど。浜田選手すごかったな。私あと気になる選手何人かいたんだよな、スクショした。まあ配信終わった後メモしたり明日の準備をするんですが、あ、そう、池田選手もめっちゃ見てる。そうなんです、愛知出身の方は特にやっぱ見ちゃう。私が今 SK でね、愛知で活動してるので、はい、あとありがとうございます。乙女ちゃん、毎週当てて乙女のやつも買いたいね。あと、ありがとうございます。眠そう、なんかすごい顔、乙女に見えない顔が。乙女乙女乙女、こう言ってる、聞こえるかな、声ちっちゃい。明日はちょっと朝早すぎるので早く寝る準備をします。なので配信もちょっとです、ごめんね。いっぱい話したいことあるのにさから起きちゃう、ごめんね。眠そう、かわいい赤ちゃん赤ちゃんあと今日さっきリポストみたいな感じでしたんですが、今月トークトークトークがあさってかな、そうあるんですが、その時にも発売される5月生誕ドリンクもあるんですが、皆さん見ましたか？今年の私の生誕ドリンク、去年の生誕ドリンクと何か関わりがあるみたいな、ないような、お楽しみに。なんか乙女左耳なく見えるよ、こっちイカ耳みたい垂れすぎハテナです。まあ何か予想して実際に頼んで皆さんの目で直接確かめてください愛しかない。そう考えてくださる方、やっぱりさ、メンバーそれぞれの好きなものだったりサイリウムだったり地元だったりたくさん考えてくださってるので美味しいですね、とみちゃん今日で439日目、ありがとうございます。なんかさ、硬いものを操作してたらパーツ取れちゃった、悲しい。里川さんガトーショコラみたいな感じのドリンクで絶対美味しい、飲みたい。あとさつきちのプリンも飲みたいし、あとなんだっけね、みんな美味しそうだった。食べたいじゃない、飲みたい。ルカさんたこ焼きのチョコなのか、え絶対美味しい、私の好きなものばっかり。あ、かわいい明日は4、3、0かな
え、そんな感じ？まださ、明日出場するレースの見れてない、もう出てますもんね、さっき乗ってた、湯船に浸かりながら見ます。今日の配信も見たい。とめちゃん。声が出ないな、気がだめだ、いっぱい喋っちゃう、終わりにしなきゃ、起きれるかな明日、起きれるね。いけるよって言ってくれた乙女が、いきます。わ、いい匂い、私の香水の匂いがする。直感を大事に明日は頑張ります。ランキングを読みます。1位ハッピーさん、2位ハッピーさん、3位バツマルくん、4位ハッピーさん、5位ハッピーさん、6位クマちゃん、7位猫ちゃん、8位だるまちゃん、9位きみちゃん、10位が10位サッサン、11位白いアザラシちゃん、12位ハッピーさん、13位男の子ナムタさん、ありがとうございました。ペンギンちゃんもありがとうございます、たくさんギフト、かわいいアイス、ハートかな、ひげ。ありがとうございました。皆さん明日の配信も見てください。ボートレースと毎日配信。お疲れ様でした。おやすみなさい。シルクは来ませんでした。え、すごいなんか見えた、お水が。これで遊ぶの？おやすみなさい。バイバーイ。